今回は、転送アートのプロンプトでフレーミングを指定する方法についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。フレーミングとは、写真を撮るときの構図のことです。例えば、美女の顔をアップで表示する。もしくは、上半身だけの写真にする。または、全身を映した状態の写真にする、といったように、被写体の切り取り方のことをフレーミング、と言います。今回は、 このようなフレーミングを転送アートのプロンプトで指定する方法を解説していきます。では早速ですが、まずは転送アートの公式サイトにアクセスします。転送アートへのリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたらサインインをクリックします。いくつかサインアップの方法はありますが、Google アカウントを利用するのが簡単なのでおすすめです。 continue with Google をクリックします。そうすると、アカウントの設定画面が表示されるので項目を設定していきます。ニックネームは自動で割り当てられますが、変更も可能です。ディスクリプションは特に入力する必要はありません。セーブをクリックします。そうすると、転送アートのアカウントが作成されます。これで、転送アートにログインできました。それでは早速、 転送アートでの AI 美女の作成方法を確認していきましょう。まず画面の上にある検索窓に、モデル名のキーワードを入力します。今回は、ドルフィンミックスと入力します。そうすると、キーワードに一致したモデル名が一覧で表示されます。この中から、ドルフィンミックスを選択します。そうすると、選択したモデルの詳細画面が表示されます。この画面が表示されたら、実行。 と書かれたボタンをククリックしますこのタイミングで推奨パラメーターの確認メッセージが表示されたらお好きな方を選択してください。この動画ではキャンセルを選択して作業を進めます。これで画像を生成するための準備が整いました。それでは早速画像を生成していきましょう。概要欄に貼っているリンク先のページを表示します。このページを表示したら 基本パラメータと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、転送アートの画面に戻ります。転送アートの画面に戻ったら、プロンプトと書かれているテキストの右側にある生成パラメータのインポートをクリックします。そうすると、先ほどコピーしたテキストが貼り付けられた状態で、ポップアップ画面が表示されます。ポップアップ画面が表示されたら、確認。 と書かれているボタンをクリックします。これで画像を生成するための設定が、それぞれの項目に反映されます。項目が反映されたら、生成ボタンをクリックします。そうすると、画像の生成が開始されます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。それではこの画像をもとに、フレーミングを指定していきましょう。まずは、ものすごくアップにした画像、という意味で、 エクストリームクローズアップというキーワードを追加してみます。これだけでもフレーミングを指定することができますが、今回はこのキーワードを強調したいので、丸カッコで囲んでおきます。さらにキーワードの後ろにコロンを入力して、続けて1.5という数値を指定します。これでこのキーワードを1.5倍優先的に反映させるというような意味になると考えてください。これでフレーミングの指定が完了しました。 それでは早速、画像を生成していきましょう。生成ボタンをクリックします。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。そうすると、このような画像が生成されました。指定した通り、ものすごく顔がアップになった画像になっています。それでは次に、通常の顔のアップの指定に変更してみましょう。エクストリームというキーワードを削除します。これで、 フレーミングの指定がクローズアップだけになりました。このキーワードで画像を生成してみましょう。生成ボタンをクリックします。画像が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。先ほどよりも少し引いた絵になっています。それでは次に肩よりも上の画像に変更してみましょう。フレーミングの指定をミディアムショット。 というキーワードに変更します。キーワードを変更したら、生成ボタンをクリックします。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、肩から上のショットになっています。それでは次に、上半身の画像に変更してみましょう。ミディアムロングショットというキーワードに変更します。キーワードを変更したら、生成ボタンをクリックします。 しばらく待っていると、このような画像が生成されました。残念ながら、期待通りの画像にはなりませんでした。このように、期待通りのフレーミングにならないこともあります。このような場合は、別の表現でキーワードを指定してみましょう。今度は、アッパーハーフオブボディショットというキーワードで指定してみます。キーワードを変更したら、生成ボタンをクリックします。しばらく待っていると、 このような画像が生成されました。今度は指定した通り上半身の画像になりました。それでは次に全身を映した画像に変更してみましょう。今度はフルボディショットというキーワードで指定してみます。生成ボタンをクリックします。しばらく待っているとこのような画像が生成されました。指定した通り全身を映した画像になりましたが顔の表示が崩れてしまいました。 このような場合は、AD テイラーの機能を利用します。AD テイラーについては、詳細を解説した動画のリンクを、タイトル下の概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。AD テイラー、顔面修復、と書かれているテキストの右側にあるチェックを有効にします。そうすると、AD テイラーの設定項目が表示されます。まず、インペイントマスクのぼかしを10に変更します。次に、 インペイントでノイズの強さを0.75に変更します。これで、A ディテイラーの設定が完了しました。生成ボタンをクリックします。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。無事に崩れていた顔が修正されました。このように、フレーミングに関するキーワードを指定すると、いろんなカットの写真を作成することができます。ぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか 今回の動画がいいなと思った方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは、概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた、別の動画で。